Thank you.
いざ。
迷ったら食ってみろ。相棒、クエストを受注してください。例の痕跡の主は目の前ですよ。頼んだぞ。やっとるか。
怪我はあかんで。汚な動きだ。
すごい。
Thank you.
岡三五の大地で亜種が見つかるとはな。亜種が出現する条件なんてそう簡単には揃わない。学者先生たちも言ってたよ。それにしても素晴らしい状態の亜種だ。よほど栄養豊富な地で育ったのだろう。そこなら心当たりがあるな。大団長、やっと帰ったか。お前たちの活躍っぷりを見てたぞ。よくやったな。見ていたなら手伝ってくれてもよかっただろう。なに、信じていたからな。それより見てくれ。これをどこで。あのでかい古竜を迎撃した場所からさらに奥地があった。そこにゴロゴロしてたぞ。なんてすごい、強いエネルギーのようなものを感じますね。やっぱりな。こいつは一連の事象に関係ありそうな予感がするな。今からそれを調査に行くぞ。誰か行きたい奴はいないか。おい、一番生きのいいのは。え？よーし、お前たち現地集合。あの回廊で待っているぞ。俺は先に行っているからな。遅刻厳禁。頑張れ。頑張れよ。ひとまず探索で地脈回廊に行きましょうか。遅刻厳禁ですし。面白くなってきた。新商品入荷よ。面白くなってきた。
Thank you.
よし、来たな。遅刻もなし。あそこはゾラ・マグダラオスを海に導いた場所ですね。そうだ。さあ行くぞ。こっちだ。おっと、遅くなったな。俺が調査団の大団長だ。まあ、采配のほとんどをあいつに任せて好き勝手やっている。俺はとあるモンスターを追っていてな、偶然この先の場所を見つけたんだ。とあるモンスターとは？ネル・ギガンテだ。ゾラ・マグダラオスが海に消えた後、ネル・ギガンテも姿を消した。俺は奴の痕跡を追ってこの道を発見したんだ。ここはマグダラオスの影響でできた大地の隙間のようなものだろうな。ネル・ギガンテは今どこに？おそらくこの先にいる。よし、地脈の流れが。なんだか体中がざわざわしています。そもそも地脈には膨大なエネルギーが満ちているからな。お前たちが相手した手ごわいモンスターども、あいつらはこの先からやってきたんだろう。この先に何が？マグダラオスを追った調査団、奴を狙ったネル・ギガンテ、マグダラオスの訪れによって新大陸の何かが動き始めた。覚悟はいいな。ことが進み出したら泣いても笑ってもあとは終わらせるだけだ。はい。この先だ。行きましょう。すごいよな。はい。ここにはさっきの結晶がゴロゴロしてやがるんだ。あんなに大きなものまで一体どうやって？そいつは分からんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大
裁団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした？ゾラマグダラオスはどうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか。もしかしてこの地に惹かれて。どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。奴だけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かだ。まずはそいつらの痕跡をたどれ。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。準備はいいか。おっしゃ。そういうことだ。とにかく走って探して彼。ありました。ネルギガンテの痕跡です。Thank you.
この暑さ、体力を消耗してしまいます。こんな時はクーラードリンクが有効ですよ。
ネルギガンテの痕跡がありますね。いい調子です。こんなところにネルギガンテの痕跡が。いい感じで探せていますね。
しておくと爆発してしまいますよ。
しよし。よろしく頼む。ネルギガンテの痕跡、だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？元気？ああ、君か。それよりな、
こちらに。うん。よし。いよいよですね。ネルギガンテ、古竜をしたたむ古竜。相棒、行きましょう。